感謝を込めてお客様に愛を届けたいスノーマンが語った滝沢歌舞伎ゼロファイナルへの熱い思いスノーマンが主演と演出を務める滝沢歌舞伎ゼロファイナルがついに開幕4月7日に新橋演舞場で行われた記者会見をマキ屋が徹底レポートします18年の歴史に幕を下ろす輪のエンターテインメント会見に登壇したスノーマン前列左から 宮亮太ラウール岩本グ目黒蓮深澤達也光烈左から佐久間大輔、渡辺翔太向井浩二阿部亮平2006年に滝沢演舞師郎としてスタートしてから18年公演ごとに革新的な和のパフォーマンスを生み出してきた滝沢歌舞伎はそのエンターテインメント性の高さから絶大な人気を誇ってきました 2019年から座長という重責を担い、滝沢歌舞伎ゼロとしてさらなる高みを目指してきた SnowMan にとっても、このシリーズには並々ならぬ思いが。岩本光さんが、いよいよ始まるんだなという高揚感とワクワク感と、ちょっとした寂しさがあると表現したように、メンバーそれぞれが抱く考えもひとしよう